Vlog です。土砂降りの雨の中、そうですね、これから五山の送り火配信があるということで、はい、まあ、僕らこれちょうど府立文芸の北側の、元中華料理屋があった場所の下にで雨宿りしてるんですけど、まあ、上がもう屋根もなく骨組みだけみたいな、荒ぶってますね。荒ぶってます。やっぱりお祭りなんで。そうですね。荒ぶってます。荒ぶってた。この角度で多分、送り火が見えると。その。なるほどね。あのだから建物の奥に山があるってことですよね。そうなんです。そこから見えるっていう。そうか、僕初めてなんでめちゃくちゃ楽しみです。そうだよね。うん、本当に燃やしてるんですかって質問されてたの、ね、俺に。本当に燃やしてるよ、それ。本当に燃やして、大っていう字を作ろうって。うん。言い出したところですよ、ね、そうだね、まあ、何百年も前かに、いつからやってるか知らんけど、結構でかいことしますよね。ご先祖様は、うん、に向けてやってるってことですか。そうです、そうです、うん、なるほど。じゃあでかい方がいいですよね。でかい方がいい、そうそう、ちっちゃく台燃やされてもね。そういうことです。ご先祖さん見えない、はい、ただこの雨の中とんでもない雨の中本当に行われるのかと。見たかったな、見たかったな、もう見れてない、見れてない前提の発言になってる、今まあ稽古期間中ということで、はい、これ普通にちょっと質問なんだけどさ、やっぱ本田君のさ、はいはいはい、役をやるわけじゃん、はいはいはい、それどういう、いや正直、ちゃんと考えたら、重荷になりそうだから、ちゃんと考えないようにしてます、考えないようにしてる。でも、それは絶対どっかにあります、まあ、本田さんがやってってた方が面白かったなってのは絶対ある、そのね、思わせてたまるかみたいな。そうね、いやでも、うん、みたいな、なんか苦しさ、正直あるよね、踏ん張りどころだなって感じですね。本田さんとはまた違う、そうだよね、あの役のアプローチでやれたらなと思います、うん、ここでやる頃には定まっててほしいですね。そうだな、まあ、ここで打ち続けてやる頃にはね、いやそうですね、違うあの役を、頑張ります、頑張ろう、あんまりそれは考えずに、そうね、いつもやるようにやれることをやろうかなと思ってます。ありがとうございます、はい、始まります、始まります、始まります、行きます。どうもこんばんは、ヨーロッパ企画の生配信、石田豪太です。宇田誠です、どうぞよろしくお願いします。中継していただく特派員の方、この方です、どうぞお入りください。大丈夫ですか。中川です。亀島です。土砂降りです。はい、酒井です。酒井さん、どうですか。あんまり光がない状態です。そうだね、あの目に映ってるアプリしか今光ってないんで。はい、リンコさん、そしてゲストの広志恵里さんです。よろしくお願いします。お、あれ、リモート会議中ですか。喧嘩するときに店を出て中継します。また後ほどと。あ、カフェの店内なんでちょっと声は出せないってことです。筆談で。あ、いや、いらないです。うわー、すごい。あ、すごい、綺麗、どんどんついております。うわ、あの、もう感動してます、ヒロ。うわー、これ、お、すごいです。ちょっと、あの大文字から見ましょう。大ってなってる、大ってなってますね、綺麗に。はい、雨でスマホが濡れて拡大できません。ズームしてもらっていいですか。空車です、空はないですね。空はね、送り火の中に空はないんですよ。違う、見終わったよ。見よ、わ、すごい、酒井さん、すごい。そうですね、車を止めた位置から結局2駅離れてしまいました。マジで。各特派員のなんか特性が出て、すごく個性的な五山送り火中継できたと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そうそうそう、ね、まあそういうことかなって思いますけど、あの後すごい降ったもんね。一瞬だけやんで、うん、その時だ、思っちゃった正直、家帰ってうわこれまた降ってきたと思って、うわ、手言葉だなってやっぱ思った。手言葉だよね、やっぱり紐付けすぎでしょ。いや紐付いたでしょ。その瞬間やんで、できて、
また振って。本当に井上さん、相談しようかと思って。さすがです。さすがです。やっぱり歴史的な人ですね。この研究の、研究の様子を、様子というか、どっか知ってるのかなと聞いたら、インディペンデントって分かって、おーってなります。どこかの、その研究してるとかの、やばいっすね。やばいよもう。狂ってますね。狂ってますね。もうあそこだけじゃないです。もう街の人全員。全員。クレイジー。クレイジーシティ。やばいよ。はい。もう帰りたい。やばいっす。ヤバタニエ。ヤバタニエ。この村、やば。いるんで。すごい、すごいよね。やっぱりすごい。もう、それが。それは。それは。いや、エモいっていうか。何が。もう全体的に上げ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 だなって。どこかどう。言動気をつけた方がいいです。見られたっていうやつをずっと見てる。言って帰るんじゃないんだ。言って全員いる。ずっといるんだ。何何なのあれ。何あいつは。本当聴診器みたいなのこうやってあって、でおもちゃの画面みたいなので、うわあ。レベチじゃないですか。レベチの人が現れた。トップオブザトップが現れたけども。トップオブザトップ POP。サンダで音始まるよ。いっぱい書いて、これも全部書いてますからね。すごい量だよ。はい、はい、始めていきましょうか。はい、広瀬恵里と藤谷莉子の出番を待つ二人、おはようございます。京都滞在中に食べて美味しかったものは炙り餅です。広瀬恵里です。広さんと一緒に京都で食べたもので美味しかったものはピアディーナです。藤谷莉子です。ピアディーナ美味しかったね。ピアディーナ京都のもんでもなんでもないけど、それで言ったんですけど、汗でスクープゲットしていきました。あのスクープゲット、マジでスクープゲットしたね。同じスクープでしたよ。いや、何でもいいですマジで。いや、すごいな。俺コンビニに行ってさすがにそこまで行くと都市伝説、都市伝説にしてはあまりでもちょっとアップラックに。いや、ちょっと強洞察？うわぁ、それゴーラゴーレムの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 ゴーレムやばい、その感じやばい。それを見てその感じやばいっすよ。
あのさっきの穴なんだみたいな、ちょっとやべえみたいな、ごめんごめん、うるさい、ちょっとうるさい、交換してんだよ、交換してんだよ、ごめんなさい、いや普通に心配になっちゃう、お前これ何してんの？これは、うん、美術の確認をウレタンとしたの待ってて、うん、さらに、うん、僕の Vlog がそれ作るやつなので、うん、なるほど、 Vlog も撮ろうとしてそれを、うん、それを俺の Vlog が撮っているそれはだから境の会でこれが作られるのが、これだからあれね、あの博士のやつやね、あ、そうそう、博士のボリュームセンサーみたいな、はい、はいはいはい、お前誰や？誰や？チェケロです。チェケロ。援助ね。はい、援助です。だからついにチェケロにフォーカスが。例年山田みどりさん、みどりさん、姉さんがやってるけども、はい、チェケロはロブカールトン、京都の劇団ロブカールトン。僕も前に客演しましたけど、そこの演出女子だよね、はい、が今うちの演出をやっているとロブカールトン今どうしてんの？ロブカールトンは公演は今日から動き出して10月末にやろうみたいな話です。あ、そうなんや、あ、ちょうどじゃあ、まだ発表してないけど、まだ発表してないですけど、うん、予定はあるということはもうすでに言っとかないと2ヶ月後なんで、そうやな、むしろ言っていった方がいい。じゃあここでも、これは言っていこう、はい、ロブカールトンの援助とうちの援助の違いというか、いや、やっぱりもそもそも台本があるんだろうか、そうか、していかないで、確かにね、エチュード稽古が結構難しいというか、自分で、あ、これいるなっていう考えて持ってこないと、うん、そうですね、台本がないので提案していかない、はい、提案していかなあかんスタイルが結構、だから台本読み込むとかのあれもないからね、別に。そうですね、とにかく聞かせて動き続けるって、そうですね、大変、それが、いや、楽しいです、楽しい、はい、楽しんでる、楽しんでます、ああそう、はい、でも台本以外の全てがあるもんな台本がないだけやもんね、そうですね、うん、ヒーロー茂と藤谷莉子の出番を待つ二人というラジオトークのアプリがありまして、まあそれ僕関わってるんですけど、それのトークで、京都でまあ有名なラーメン屋さんに行くということで、僕も行ってみようかと。あ、これだ、ここですね、和上両面、はい、はい、どうも、背が高いから、背が高いから、高いから、はい、そうですね、はい、やっぱ、その稽古は順調といったら順調なんでしょうか、初演とは違う感じになんとか持っていきたいなっていう人もいれば、上田のそのプロットの流れとかは割と初演をなぞってる感じではあって、ただまあやっぱり僕らの感じ方っていうのがあの頃とは違うというか、当時は本当にバタバタで作ったんであんまり気にも留めなかったようなことがなんか引っかかっちゃうんだよ。客演さん、亀ちゃんと金丸とかはもちろん初めてなんで、まあちょっと新鮮な気持ちでやれてるのかなっていう印象ですかね。今日チェケロに言われたけど髪の毛を短くしてもらうかもしれませんということでした。明日決定するそうで、まあそれは大変ありがたい、暑くて初演の頃みたいな感じでちょっと短くして茶髪とかはあるかもな、どうだろう、ちょっと楽しみです。体測り直してほしいよっていう方がいれば
変わってます？大きい。大きい。変わってないって言ってたけど、変わってる。いや、大きいっていうのは変わったってことじゃないですから。もともと大きかって、はい、あ、今回も大きいっていう。いや、そう違うんじゃない？百、うん。あ、大台乗ってる。120。お尻も120。え、うん。もともとそうですけどね。大きくなったって言ってるよ。え、なんでこんなさらされるんですか。いや、そういうもんでしょ、Vlog。そういうもんかな。そういうもんだから。そういうもんだから。坂井さんもやらなくていい。いや、僕も。測ってもらおうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、全員終わってからこそっとやりたいっていう気持ちです。バレたくなかった。バレたくなかったから。そっか、おとなしくしてたわけ。中川さんが隣の嫌やなと思って。でもあんま多分変わりなさそう。まあ、大丈夫です。あれ？いいの？僕ね、もう衣装があって。うん、ああ、そっか。そういえば測ってたんですよ。え、前回の、あ、いや、あのチラシ撮影の衣装が多分衣装の1個になるので、なるほど、まあ、聞いたら、うん、あ、もう測らなくていいですと言われましたので、今回の衣装のポイント的なものはあるんですか。衣装のポイント、なんかスタッフ陣をちょっとガヤガヤ、うん、なんかポップに可愛いスタッフたちに、はい、仕上げていきたいと思います。可愛いスタッフ、そうですね、裏方のスタッフたちって、うん、まあ、うん、機能的で地味めな服とか多いけど、それをポップに、うん、可愛いスタッフにしたいです。ポップにしたい。ポップにしたいですね。はい、癖ありで、癖あり。ありがとうございます。お願いします。お願いします。昔は博士の話ちょっとやってみよう。で、この辺りのこのシーンの途中から聞く、今日はクルー側もだんだん暴走じゃないです。クルー側ももう完全ゴーレム側になって、神崎が来た頃にはもうゴーレムに夢中になってて、本当に昔から特にこの山間部にはこの一家に一ゴーレムといいますか、家それぞれにゴーレムがその ついてたといいますかね、うん、それぞれの家庭にゴーレムがいたんですよ。いなかったですか。あの、なんかその昔ですから。昔でもって、おじいちゃん、おじいちゃん、ひいおじいちゃんぐらいの、聞いたことないですよ、ひいおじいちゃん。スフィンクス、あれも昔は動き回ってたんですよ。え、なぜならゴーレムだからですよ。これは分かるでしょ。これはイメージできる。じゃあ、なんで止まったんですか。これ、まさかいい質問です。みんなが信じなくなったんですよ。こんなの動かないって思うかなってことですか。エジプトって、あれ、ピラミッドの近く、ピラミッドもあれが建ててましたよね。えぇ、ー、スリー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 、その近所のお兄ちゃんが茶色くて、うん、大きかった。茶色くて大きい。茶色くて大きいお兄ちゃんによく遊んでもらってた。それってゴーレムだ。近所のお兄ちゃんでしょ。そんな人いますよ。いや、だと思ってたんだけど、ね、俺と遊んでくれる人がいるわけないだろ。俺とゴーレムが遊んでくれてたんだと思って。おかしいもん、俺と遊ぶやつなんていないんだよ。そんなだったんですか。そんなだったんですか。あれ、お、あれ。それ今話聞いてて、うわ、
いや、僕ずっと陸上やってたんですよ。短距離の選手 で、うん、で、すっごい速いやつが一人いたんですよ。顧問の先生が、じゃあハードルもやろうって言って、そいつはハードルをやるんだったら、もう俺この部活やめますっていなくなったんですよ。それ違うと思いますよ。血を這うようにすごい走る。いやいや、速いやつね。いや、ハードルはだって下は舗装されたあれでやりますから。確かに、うん、トラックでやるんで。どうですか、どんな話。そうですね、違いますよね。そんな話してるわけじゃない。ああ、そうだ。ああ、でもやっぱり、いや、山の中ですよ。山の中で、その…これいけると思うんですけど。これ、俺のやつこれいけると思うんですけど。山の中で、山の中で、よく、その…エロ本とか落ちてたりするじゃないですか。でも、スーッと、エロ本差し出してくれたんですよ。あー、はいはいはい。とこれは…これゴーレム。ゴーレム。これゴーレムですか。不良でしょ。不良が盗んで。いやいや、どういうのに、ああいう山の中にエロ本があるっていうのなんかおかしいですね。あれ、いや、不良が盗んで。全然興味ない。興味ない。なんでそんな知りたいんだよ。反抗期なんだ。反抗期。反抗期って言っても、あれかもわかんないけど。反抗期じゃない人はそうですっていう。反抗期で、そうです、反抗期ですっていう。反抗期じゃないんだよ。反抗期じゃない。あ、もう反抗期。反抗期じゃない。楽しいしか言わんから。ああ、でも、じゃあ、私の話聞いてます。うん、残りました。現場担当。どうなんですか、取れ高。あ、2人の取れ高はむちゃくちゃあるから。お、大丈夫。めちゃくちゃあるんだ。めちゃくちゃある。こんなん多分使わへんで。なるほど。なんか俺昨日ラーメン屋とかで行っちゃったし。いや、いいじゃないですか。そういうの見たいです。ラジオみたいな感じで。はい。取るから。取れ高足りてないから。足りてんねん。足りてる。足りてんねん。ちょっと頑張ってください。計算してやってんの。今てんのかな。取れ高なさそうなんで、ちょっといいインタビューお願いします。はい。金丸さん。結構どうですか。なんか嫌やな。下手なんじゃないですか、もしかして。Vlog あと、ブレイブまで20日ぐらいで、まあとにかくエチュードやりまくってる状態ですけど。そんなにあるんか。そんなにある。ビルのゲイツが俺やっぱ参加させてもらった中では一番遅かったんですよ。やばかったやばかったよね。ビット入りしてから毎日ドサッ、うん、ドサッとくる感じで、マジでみんなで帰りの電車の中でとか、あ、まあコロナとかもなかったのにね、電車の中でとか、ね、読み合わせね、読み合わせずっとやってて、うん、もう首からぶら下げて支給されて、日上さんから支給されて、こうぶら下げクリップみたいな覚えようの。でもマジでずっと歩いてる時もみんなここにぶら下げながらやってるんで、やってたな。それと比べたら全然余裕よね。全然余裕。クーロンジョもそうだったし余裕、うん、まあゼロ枚です、ね、ゼロ枚現状ゼロ枚ですけど、うん、マジで何の焦りもないと思う、それに関しては。まあ初演とサクになった役をさ、金丸がやってるやんか、はいはいはい、その辺はどんな感じ。初演見てるやろ、 DVD、うん、あ、でも全く意識、そうやな、お前全く意識してへんよな、うん、まあ亀ちゃんもそうだけど、ちゃんと金丸の感性のキャラクターになってるよね。その、あ、自分がちゃんと出てるよね、金丸のね。なるほど、うん、だからそれがやっぱ土佐くんと全然違うから、金丸は。はい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 。っていうか、なんか中の話の転がし方もちょっと変わりそうですもんね、うん、そうだね。そのね、その大筋は変わんないけど、うん、転がり方は微妙にちょっとだけ微妙に違うね、うん、まあ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 、うん、受けるでしょう。受ける受ける、若受け、おもろい。そう、おもろい。ヨーロッパ企画って感じですよね。そうね、本当になんかやっぱ90クーロンとかあるし、うん、だいぶ特殊やったから。そうやね、ヨーロッパ企画のお家芸見る感じですよね、うん、そうだ ね、 ね、1週間やりましたけど、どんな感じでしょう現状。まあ、完璧なものを作りたくなってしまってるんで、うん、そことの戦いですね、やっぱ。結構悩んでるよね。ノートない？悩んでますね。走り高跳びで言うと、うん、バーを結構高く設定して、うんうんうん、いけるかなってなってる状態なんで、あ、なんでちょっと僕あと
3日ぐらいやちょっと考えてみて、うんうんうん、無理なのでバー低くしますでも超えれそうな手応えを感じてる、まあまあ、とは思うんですけどね、うん、まあめっちゃいいんじゃないですか今日、まあ今日シーンをやってみて、うん、まあなんか良かったですからね、ちょっと初演とは違う感じです、ね、そうだね、やってみれば、まあ、無理くりしてやってみるとわからなかったんで、ね、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。